けた。準備はいい？ああ、こいつ例の賞金組じゃねえか。ってことはこいつらをやれば追加報酬ダブルでゲットじゃねえか。それだったらあの薬を使って一気にやっちまおうぜ。薬？この薬ってばよ、すんげえご機嫌にしてくれるぜ。みなぎってきやがった。こいつは負ける気しねえ。これはあの時と同じ。気をつけて。おそらく正気を失っている。勝負。以前よりも凶暴性を増している。この前戦ったアモーも同じような印象だった。何か変な薬を飲んでたみたいだけど。顔色が良くないけど。さっきの戦いでどこか怪我をしたの？最近頑張ってるから疲れが溜まってるかも。この音、携帯の音。ユウトさんが何かを見つけたみたい。ひとまずモグラに戻りましょう。
急に呼び出してすまないね。でも早く知らせた方がいいと思って。この地図を見てほしいんだ。これは秋葉マップですね。マップの上の点は何です？その点はまがいもの事件が起こった場所だよ。おお、よく作ったな。さすがユートだな。こういう気の利いたもんはカイトじゃ無理だからな。うん、俺だって本気を出せばそれぐらい。で、それがどうしたの？秋葉原駅を中心としてちょうど円形、半径400メートルの範囲内に全ての事件が収まっているんだ。わかった。つまりどういうことだ？何がどうってことは言えないけど、やっぱり秋葉である理由があるんだと思う。この事件。ただ人が多い場所を選ぶな。新宿や池袋、なんだったらお隣の東京でもいいはずだからな。だからその理由が分かれば事件解決にもつながると思うんだ。なんだろうね、秋葉にしかないもの。メイドとか同人誌とか。そういった意味では特殊すぎる街ですから、特定は容易じゃないと思いますわ。あれ、カスガイさんからメールですね。え、何の用だろう。助けて、中央通りのスーツ専門店近くの路地って書いてありますね。なんだって。カスガイさんに何かあったんじゃ。助けに行かないと。ちょっと待ちなさい。私たちをおびき寄せる罠かもしれませんわ。私は反対ですわ。まがいものに襲われてるのかも。急いで行きましょう。